皆様こんにちは、ファンパスアートのいろはです。今日はファンパスアートで桜の木を描いていきたいと思います。使用するのは100円ショップダイソーさんの18色入りのパステルです。この中から数色使って描いていきます。あらかじめ白いパレット用の紙の上に必要な色を茶こしで削って準備しています。ピンク色や赤色、水色や黄緑色、茶色などを削っています。それでは早速描いていきたいと思います。コットンを四つ折りにしてパレットから色を取って塗っていきます。続いて綿棒の先に茶色をつけて塗っていきます。桜の木の幹と枝を描いています。続いて桜を描いていきます。先ほど描いた枝や幹の部分になるべく触れないように色をのせていきます。綿棒を何本か輪ゴムで留めて、こちらに色をつけて塗っていきます。枝と枝の間部分を埋めるようにして塗っています。で、背景にも花びらを散らしていきます。で、空を塗っていきます。色の調整をしていきます。木の部分を整えていきます。ペン型の消しゴムで道を描き入れます。それでは周囲のテープを剥がしていきます。
これで桜の木の絵の完成です。皆様もぜひチャレンジしてみてください。